ソニックザヘッジホーク3。ついに発売されたソニックザヘッジホーク3。君はもう超音速アクションを体験したかな。今回はこのソニック3のサブゲームで友達と 2P で競い合える対戦ゲームの中からマッチレースモードを紹介しちゃおう。マッチレースでマイキャラにできるのはソニック、テイルス、ナックルの3人。特にナックルはこの対戦ゲームでしかマイキャラにできないんだ。マッチレースは5つのゾーンから選択した任意のゾーンの5周の合計タイムで勝敗を決するゲームだ。2分割画面で操作性もバッチリだよね。勝敗の分かれ目は選択したキャラの特性をよくつかむこと。例えばソニックはスピードはピカイチだけどミスった時のリカバリーが難しいし、テイルスは瞬発力と立ち直りが素早い、ナックルはオールマイティーで初心者向きという具合にね。看板を連続でアタックするとアイテムが出現することがあるソニックザヘッジホーク3は5800円で大好評絶賛発売中です。